ゲゼースは、ドイツ連邦共和国バイエルン州バイロイト軍に属す、マチソンで、ミステルバッハ行政共同体を構成する、自治体の一つである。文献上初めて言及されるのは、1321年まで、遡ることができる。ミステルガウと共に、ゲゼースは、フンメルガウの最も古い入植地である。1310年から、ゲゼスは、ホーエンツレルン家のニュルンベルク 後のブランデンブルクバイロイト編共迫の所領に組み込まれた。1792年から所属したプロイセンのバイロイト公領のアムトは1807年にティルジットの和訳によりフランス領となり1810年バイエルン王国領となった。バイエルン王国の行政改革の時代1818 18年の自治体令により現在の自治体が出来上がった。この町は フレンキシェ・シュバイツの北園ゾフィエンベルクの麓、バイロイトから南に約5キロメートルの魅力的な景観を誇る郊外に一致している。この町は公式には7つの地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。聖マリア教会歴史的な巡礼教会と自営教会聖マリア教会。ありがとうございます。